フクロウ駅長チャンネル。創業者マーカス・ゴールドマンの生い立ち。マーカス・ゴールドマンは1821年12月9日、ドイツのバイエルン州にあるリュッテンハイム村で生まれました。彼の家系はユダヤ教を信奉する家族で、農業や小規模な商売に従事していました。移民、ドイツからアメリカへ。1848年、27歳の時にマーカスはアメリカへ移住することを決意。妻と共にニューヨークに到着しました。初期のビジネス、アメリカではまずペンシルバニア州フィラデルフィアで家庭用品の行商人として生計を立て、その後ニューヨークに移住します。1869年、ニューヨークで小さな金融会社 M ゴールドマン&CEO を設立。手形割引業務に取り組み、地道に信用を築いていきました。ゴールドマンサックスの創業と発展。手形割引業務。ゴールドマンのビジネスモデルは、手形割引業務、商業手形を割引して現金化するを軸にしていました。これにより中小企業が迅速に資金を調達できる仕組みを作り出しました。パートナーシップ。彼のビジネスは成功し、やがて娘婿であるサミュエル・サックスをパートナーとして迎え、会社名をゴールドマン・サックス&CEO に変更しました。こうしてゴールドマン・サックスは20世紀初頭においてウォール街の主要金融機関の一つとして認識されるようになりました。現在ではゴールドマン・サックスは投資銀行業務、証券業務及び資産運用業務を中心に、多岐にわたるグローバルな金融サービスを世界中の企業、金融機関、政府機関等に提供している世界有数の金融機関です。ゴールドマンサックス日本法人の初任給、さすが世界的金融機関の初任給です。なんとフロントで年俸900万程度、バックオフィスで年俸650万程度だそうです。ちなみに日本の金融機関だと初任給は手取りで月額20万程度ですかね。近年の働き方改革を受け、1年目2年目の若手は退社時間が定められ、労働時間が制限されたとの声を聞きます。新卒社員は短い時間で年収に見合う成果を出すような効率的な働き方を求められるようになったと言えるでしょう。またゴールドマンサックスの特徴として、新卒のフロントオフィスであれば部門に関わらず年俸が同じであることが挙げられます。3年目を超えてアソシエートに上がる頃になると、能力によって年収にも大きな差が生まれてくるそうです。参考までにゴールドマンサックスの役職、年次と年収を記しておきます。フロントオフィス、直接顧客やクライアントに接する部門、役職名、年次目安、給与推定。アナリスト1年目から3年目、800万円から1400万円。アソシエート、4年目から6年目、1400万円から3000万円。バイスプレジデント、VP、7年目から2000万円以上。マネージングディレクター、MD、実力による5000万円から十数億円。バックオフィス、フロント業務を支援するバックボーン的役割の部門、役職名、年次目安、給与推定。アナリスト、1年目から3年目、650万円から800万円。アソシエート、4年目から6年目、800万円から1500万円。バイスプレジデント、VP、7年目から1500万円以上。マネージングディレクター、MD、実力による3000万円以上。ゴールドマンサックスの特徴は、VP の次のタイトルが MD であることです。VP や MD といったシニア層は、ボーナスの大半を現金ではなく、自社株で受け取ることが多く、当然、それらの株価が上昇した場合、彼らの報酬も上昇することになります。アップ、オア、アウトの名の通り、昇進できなければ、解雇が待っている、非常に厳しい世界です。ほとんどの新卒が5年経たずに転職しており、業界内の人の入れ替わりも激しいようです。特にゴールドマンサックスは組織の新陳代謝を図るため、景気に関わらず毎年社員の数パーセントを解雇する独自のルールを持っています。外資系ならではの厳しさと言えるでしょう。ゴールドマンサックスの主な福利厚生、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険など各種保険制度、借上社宅制度あり、充実したチャイルドケア、子育て支援プログラム、同性婚関係を法的配偶者と同様に取り扱うなど、LGBT への配慮、フィットネスジムや医療サービスの提供、社員交流のためのクラブ活動も豊富、入社前語学研修や新卒向け、国内、海外研修、入社後の部署移動も制度上可能で、他社に比べ部署移動の希望が通りやすい。
出展、採用 HP のデータを参考に、外資就活編集部作成。特に注目すべきは、住宅の借り上げ制度です。年収が高くなると、所得税や住民税の税率が上がるが、会社が社員の家を社宅として借り上げ、家賃分を給与から天引きしてから付与してくれます。年収1000万を軽く超えるため、高い税率となっているエグゼクティブ層にとっては、ありがたい制度と言えるでしょう。また、他の外資系企業と比べ、LGBT や子持ち層などの配慮が厚く、競合他社に比べ、福利厚生は充実していると言えるでしょう。ゴールドマンサックスの年収1000万円到達年齢、到達できる確率、到達年齢、目安、到達できる確率推定、23から25歳、100%、新卒、初年度から3年目の段階で年収1000万を超えるようです。その後も爆発的に年収は上昇しますが、外資系ならではのアップオアアウトの風潮や独自の人事制度により、入社後数年以内に解雇されてしまうという例もあるようです。マーカス・ゴールドマンはゴールドマン・サックスの創業者であり、その生涯はアメリカンドリームの象徴ともいえる成功物語です。以下に彼の晩年を解説します。リタイアと次世代。マーカスは後年、ビジネスの第一線から退き、会社の経営をサミュエル・サックスや息子のヘンリー・ゴールドマンに任せました。死去、マーカス・ゴールドマンは1904年7月20日にニューヨークで亡くなりました。享年82歳、影響と遺産。マーカス・ゴールドマンのベンチャースピリットと革新性は、ゴールドマン・サックスが金融業界で巨大な存在となる基礎を築きました。彼の創業した会社は、その後も成長を続け、世界中で広く認知される金融機関となりました。余談ですが、ゴールドマン・サックスは、その後も一族の影響力が強く、特に金融業界において重要な役割を果たしてきました。例えば、ゴールドマン一族は、アメリカの政治や社会における、重要なポジションにも多数ついており、その影響力は、現在も続いています。現在では、米国家経済会議、NEC の顧問委員長、米財務長官、ムニューシン氏は、共に、ゴールドマンサックス出身です。ゴールドマンサックス日本法人では、同僚とのコミュニケーションや、お客様との間でも、英語が必須です。そのためのトレーニングやサポートも充実しているそうです。日本オフィスでは約1000人の従業員が働いています。現在オフィスを20年ぶりに六本木ヒルズから虎ノ門ヒルズステーションタワーに2024年4月に移転しました。2003年4月竣工で老朽化が気になってきていたそうです。ソロモン CEO は在宅勤務を例外的な状況としてそれを好んでいません。ご自身の能力を試してみたい方は、ぜひチャレンジを。本日はご視聴ありがとうございます。番組登録をぜひともお願いします。